はい、本日はですね、約1万人の方にボーナスの使い道を聞いてみたという動画になってます。ということでお話していくんですけども、まあ以前からお伝えしている通り、僕の視聴者さんっていうのは、まあ25から45ぐらいまでの方が一番多いんですよ。で、それしかもメンズばっかりということで、僕のチャンネルはもう 95% ぐらいメンズなんですよね。だから社会人バリバリの人がね、めちゃくちゃ見てくれてるということで、逆にその他の 5% の女の人は誰なんだということでね、まあ気にはなってはいてるんですけども、まあそうなってくるとですね、やっぱり12月ってボーナスじゃないですか。で、まあ6月の夏のボーナスはちょっと変っていうとこもあったり出るんやでいうこともあったりするんだけど、冬のボーナスの方がちょっと額でかくなったりね。それこそ僕も教員時代に、ね、結構ボーナス楽しみにしてたんですけども、じゃあ皆さんどうしてるんですかというのをね、アンケートを取らせてもらったんで、それの回答をね、今からしていこうと思います。でね、中にはね、わけわからんこと言うてる人もおるんやけども、まあそんなんもね、何個かポッポッポってかいつまんでね、お話ししていこうと思いますので、本日の流れとしてですね、最も人気の多かったトップ5をねご紹介させていただいて、それ以外のね、ちょっと番外編的なところのね、お話もさせていただこうと思っておりますので、その順番でよろしくお願いします。まずはですね、まあ第5位からいきたいんですけども、家族にプレゼントっていうのがあったんですよ。ああ、すごい素晴らしい回答やなと思ってね、この動画にはちょっと似つかわしくないというか、僕のチャンネルってそんな素晴らしい内容あんまないんやけども、あの家族のね、こうボーナス入った親になんかプレゼントしたいんですとか、あと子供にね、こういうことしてあげたいんですとかね、奥さんにこういうことしてあげたいんですっていう、自分の家族に対して何かやりたい、もう自分じゃなくて誰かのためにやってあげたいっていう、こう素晴らしい回答があってですね、あ、僕のチャンネルの視聴者も捨てたもんじゃないななんていう風にね、偉そうに思ってたわけなんですよ。ただね、これ後々ランキング見ていったらね、ふざけんなみたいなランキングも中にはあったりはするんですけども、まあ、この5位4位3位とかぐらいまでかね、2位ぐらいまではね、あのまあまあ笑ってにこやかに聞ける話ではあるのでね、まあそんな感じで聞いてもらえたらなと思います。まず第5位というのは家族にプレゼントするというところでありました。でそれ以外にもね、結構ボーナス出えへんっていうところもあったりはするんですけども、まあ、ボーナス出えへんという方でもね、まあもし仮にね、ボーナス出たら俺やったらどう使うかなっていうところでね、見てもらったらいいかなと思いますので、そのまま次第4位に行きたいなと思います。で第4位のボーナスの使い道っていうのはですね、投資。これも大人ですよね。お、やるやないかいと。で、どんな投資があるかというと、米国株に投資してますよ。ちょっとインテリな感じなんですよね。僕は英国株に投資します。その FX を明日売れみたいな感じでね、なんかこう、できる男みたいなイメージだと思うんですけど、僕も若干実は米国株に、ね、投資をさせていただいております。まあ僕は積立 NISA なんですけどもね、株を投資したりとか、あとは仮想通貨という方もいらっしゃいましたね。おいおい、バリバリの最新の方やないけど、仮想通貨はまたビットコインがね、今ちょっと上がり出してますので、2018年ぐらいもね、結構ガーッと来たんやけども、それのね、今、何倍かにもなってるから、まあ、これからね、まだまだ上がってくるのかなとも思ったりするし、あとアメリカの議員さんがね、お給料を仮想通貨でもらうことが始まったりとかしてて、まあ、世界的にもね、ちょっと仮想通貨の流れが出てると思うんですけど、多分そういうところで、この辺はね、人気になってるんかなとは思います。だから第4位は仮想通貨。でもめちゃくちゃまともなチャンネルなんでしょ。第5位家族にプレゼント、第4位は投資しますと。なんかえら大人のチャンネルになってきたけど、ちょっと僕もふざけた話なんかできんし、ちょびひげなんか生やしてる場合じゃないなって、こう、背筋がビッて伸びてくるんですけどね。今のところは素晴らしいチャンネルとして運営させていただいてます。では次第3位に行きたいなと思うんですけど、第3位からちょっとうんってなってくるんですね。何かというと、妻に聞いてっていうことでね、あの奥さんが全部支配権握ってるから俺は死にませんと。ボーナスは出るんやけども、気がついたら口座には入って、その後嫁さんが引き下ろしたりとか、なんか知らん間にバッグに変わってたりとか、なんか豪華なランチ食べに行ってたりするんやけども、私んとこは全く来てませんわと。小遣いはそのまま3万で一切僕にはボーナス入っていきませんっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ嫁に聞いてくれというところでね、ランクインしておりました。あとまあそれ以外にやったらね、単身赴任の方かな、妻へ仕送りしますということで、いいですよね。こう地方で頑張ってるお父ちゃん、まあ都会なんかな分からんけど、家族の元から離れて頑張ってる父ちゃんっていうの素晴らしいですよね。まあこの人の場合はね、どっちかって言ったら奥さんに取られてるっていうよりかは奥さんに渡してるっていう感じだと思うんですけど、まあどっちにしても第3位っていうのはね、奥さんが権限握ってるからもう知りませんと、もう全くノータッチですという状態なんですけど、これがね第3位になってました。だからボーナスで奥さんが権限握ってもたら、もうそれはボーナスじゃないよと。ちょっと会社の方もね、なんかあの振込口座もう一個作ってくれませんかと、もう一個ちょっと分けて振り込んでくれませんかって思ったりするんやけども、まあ多分そうやってる人もいてるでしょう、中にはね。そういう悪知恵が働くのは、まあまさにこのチャンネルっぽい感じですけども、まあそれが第3位ということになってて、第2位、第1位に行く前にね、ちょっと番外編をお伝えしていこうかなと思います。番外編であったのはですね、例えば学費、あの子供の学費をね、払っていくんですということで、まあこれも立派な話ですよね。それ以外にやったら家電買いたいんですと。洗濯機とかね、掃除機とか、あとはまあエアコンとかね、で冷蔵庫を買うんですなんていう方もいらっしゃったりしてたんですけど、それがあったりとか、あと車、あの頭金でボーンって入れたりとか、もう新車で一括で買いますって方もいらっしゃって、おーすごいボーナスやなと思ったりするんですけど、まあ、そういうお声があったと。でそれ以外にもですね、あと馬券とかね、夢買ってるなと、これ有馬記念行ったやろなっていう感じなんですけど、まあ、馬券買いますよって方がいらっしゃったり、それ以外には植毛ね、あの髪の毛植えるってことで、植毛も金かかるんですよね。僕もハゲたらね、植毛するか、でもスキンヘッドにする勇気ないからね、ちょっと横だけ伸ばしてるというね、ハゲチャビンあるあるになっちゃうかもしれないんですけども、まさにね、植毛がやるんやでっ
ていう人もいてたり、あと少数でね、タクゾーにスパチャっていう方いらっしゃったんですね。でスパチャって何ってわからない方もいらっしゃると思うんですけど、あのライブ配信とかしてたらね、お金送れるんですよ。でそれスーパーチャットって言うんですけど、そうスパチャって言ってね、それが2名ぐらいいてたってことで、それ絶対送ってくださいと。僕1月ライブしますんでね、1月は何個かライブしようかなと思ってるんですよ。絶対送ってくださいね。そのアカウント僕今から見つけに行きますのでね、お待ちしております。ちなみにスパチャの色はですね、まあ、赤色が最も好ましいです。赤色のスパチャっていうのはとても素晴らしい。もうそれやったら僕はね、もう家にでも招待するしね、何でもしたいなと思ってますので、赤だけを信じてお待ちしておりますということで、まあ、その辺が番外編でありました。では次第2位にランクに戻っていきたいなと思うんですけども、第2位じゃ何なのかっていうと、これ堅実ですね。貯金、もうこれはもう昔からみんなそれやってんのよと。ボーナス出たらとにかく貯金、寸志が出てもとりあえず貯金、臨時ボーナス出たらとりあえず貯金、もう全部貯金しときゃええよっていうことでね、結構貯金っていう方も多かったんですけども、これが貯金ということでね、まあ、これはと特に掘り下げても面白い話出てこへんので、まあ終わりにしたいなと思うんですが、最後第1位がね、これが来るかっていうのがね、いかにもこのチャンネルっぽいなっていう感じなんですけども、第1位がじゃあ何なのかというとですね、まあパッと皆さんのイメージは洋服かなとかね、ちょっと高いバッグかなとかってイメージされるかもしれないですが、なっさげない高級デリって書いてね、なっさげない大人やのにそんなわっけわからんこと公の場で言ってね、どないなってねと思うんですけども、そういう意見が一番多かったです。だからね、どこに行くんかは知りませんよ。福原なんかな、関西の方だと福原ってあったりとか、関東の方だと吉原っていうかな、あったりとかすると思うんですけども、そんなね欲まみれの男たちが見てたということでね、女性の方もし見てたら申し訳ございません。ほんま情けないでしょ、そんなんがランクイン1位になるということでね、僕の師匠さんはどないなってんねやと。あの5位のね、家族にプレゼントとか息子の学費とか言ってたあの男たちはどこに行ってんやと。1位結局高級デリですよ。情けないですよほんまにね。欲まみれの男やないかいと。もうそんなもん奥さんに金取られてまえっていうことでね、まあ、思ったりはするんですけども、まあ、ボーナスやからね、自分の使い方でいいと思いますし、まあ、なんと素直なアンケートやったということでね、ランクインが出てました。だから第5位からもう一回言っていきますよ。家族にプレゼント。そして、投資をしていきますと。そしてその後は、奥さんに預けます。奥さんに取られましたっていう人がいてた。で、その次になったら、貯金をしていくという堅実な人がいてたんですけど、第1位が残念ながら高級デリなんよ。高級デリヘルなんか、僕この集計ね、僕の嫁さんがやってくれてるんですよ。ほんなら情けないと思ったんちゃいます？もうね、何も言ってなかったですけど、なんやこの旦那の視聴者はとは思ったと思うんですけどもね。まあ皆さん、あのアンケート答えていただいてありがとうございました。途中で挟んでね、スパチャの方はずっと忘れておりません。もう絶対に、スパチャをお待ちしておりますので、1月からね、またライブを何回か2、3回やろうかなと思ってますので、その分ね、あの動画の更新頻度はもうちょっと下げようと思ってますので、12月、11月はもう怒涛のように走り抜けて、また1月以降は週4にね、戻していこうと思っておりますので、その際までぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、視聴者さんにボーナスの使い道を聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。